こんにちは、しげしげです。極限の闘技場1でエレンパーティーの試運転をやっていきたいと思います。はい、進撃の巨人コラボが、復刻したということで、新しい究極進化の方のエレン紹介していきたいと思います。まずリーダースキルですが、体力とマシンタイプの攻撃力が6倍、ドロップ操作時間を3秒延長というものになっております。まあそうですね、倍率は良くも悪くも常時36倍ということで、まあ決して高倍率とは言えないんですけども、まあ属性強化だったりコンボ強化で火力は十分出すことができます。はい、で操作時間もしっかり、リーダーフレンドで6秒延長されてて、まあ確保できているので、火の列を含めながら7コンボ以上を狙っていければ、まあ、しっかりね、いい火力出していけるのかなという感じのリーダースキルです。はい、で HP 倍率だったり回復倍率がないので、まあ、その辺はね、行くダンジョンによって、バッチで補ってあげればいいのかなと。今回はヘラの先生だったりがあるので HP バッチにしております。でまあアシストボーナス込みでこの編成で4万1000ありますので、まあヘラの先生は受けれるのかなといった感じです。であとサブについてですね、今回の編成の詳細は概要欄の方に載せておきます。まあそうですね、リーダーフレンドでバインド対策はできておりますので、まあジンだったり変換を搭載していきたいです。まあ、基本的にはヒドロップ3つあれば、コンボで道中ね抜いていけますので、そうですね、まあ変換枯渇しない、ヒドロップが枯渇しない感じで使っていければいいのかなという感じです。それでいうとエルゲヌビとかの目覚め系も非常に相性がいいので、まあ持ってたら編成してみてください。でまあ簡単に今回の編成紹介していきましょう。まずエレンですね。エレンに赤関羽アシストしております。でその隣の覚醒ヤマトタケル、この子がね、2体攻撃2つ持ってますので、まあ1列分ヒドロップがなくても、まあ4つとコンボでいい火力を出していけると。であとは変換もね非常に優秀です。エルゲヌビアシストしております。でその隣の月島かなさん、はい、この子が、まあ、スキブ3つ持ちっていうのと、バインド効かないのと、回復できるっていうのと、あと悪魔キラー持ってますので、まあ、非常に優秀なサブかなと思います。はい、でこの子には覚醒稲姫をアシストしております。でその隣の転生レイランですね。はい、まあ、この子はね以前も使ってるんですけど、まあ、よく使ってるんですけど、まあ、属性強化2つ持ちと、まあ、コンボ強化持ちということで、まあ、非常にね、このエレンの最大倍率の出し方が似てるというか、まあ、列消ししながら7コンボした時に、まあ、非常にいい火力が出るといったモンスターになっております。でミサトレイランをアシストしております。上位互換ですね。はい、でその隣のセト、はい、こちらが、まあ、コンボ強化2つということで、まあ3つ消しで7コンボ以上したときに、この子もエレンと同じくらいいい火力を出してくので編成しております。まあエンハンス枠ですね。アシストでネルバつけております。はい、で、リーダースキルで体力とマシンタイプ縛りがあるんですけど、まあ、他はですね、まあバルディンだったり、まあ、林田めぐみさんだったりの、キラー持ちですねを編成することができれば、まあ、もちろんその出てくるモンスターにもよるんですけど、まあ、いい火力出しやすくなるのかなというところはあります。まあね、倍率が36倍っ
で決まっちゃってるので、まあその辺でね、火力の底上げというかができれば、まあ普通に戦えるリーダーモンスターではあります。はい。でスキルについてですね、最大 HP の 30% 分 HP を回復、バインド状態を3ターン回復、自分以外の味方スキルが1ターン貯まる。でこれが最大で7ターンですね。最短7ターンで打つことができます。はい。でまあバインド対策として非常にいいスキルなんですけど、まあできたら同時にヒドロップ生成していきたいので、まあ赤カムだったり覚醒稲姫かだったりを持っていたらアシストしていいと思います。はい。でまあそうですね、言ってしまうと基本的にはこのエレンはサブでの運用になるのかなというところはあります。ヒパのねバインド回復役として非常にまあ編成しやすいのかなと。火力も出せるし、まあ、封印耐性2個持ちっていうところもあるので、はい、この子入れるだけでちょっとね便利になる場面が多いのかなという感じです。であとは覚醒スキルについてですね、バインド耐性2つ、スキルが1つ、属性強化が2つ、封印耐性が2つ、コンボ強化2つということで、まあリーダーフレンドでバインドが効かず、スキル封印耐性が 80% にできておりますので、まあタイプ縛りがあるもののサブの自由度はだいぶ高くなります。はい。まあさっき言ったね林田めぐみさんとかは封印耐性持ってないので、まあ編成するのであれば、あと1つ封印耐性入れるだけで 100% になりますので、まあ非常に組みやすいと。まあ瀬戸とかもね封印耐性持ってないので、まあリーダーフレンドで 80% 必ず確保できてるっていうのはかなりでかいと思います。ちょっと今足ぶつけましたね。はい、そんな感じですね。でもう後半なんですけど、まあ、最後はねネルバエンハンスで最大火力をしっかり見ていきましょう。この後ヘラでも先制は受けれます。はい。まあもうどんどん変換使っちゃいましょう。フレンドさんのエレンはエルゲヌビですね、アシストしております。これ2列でまあ7コンボ組めるので火力見ていきましょう。エレン見ましょう。エレンが1000万オーバーですね。1100万とかかな。はい。まあ、なかなか2列組めるチャンスっていうのはそんなにないんですけど、まあ、組むことができれば、まあ、エンハンスなしでもそれくらい出せるといったスペックは持っております。で、ネルバエンハンス5倍。これは1列と3つ消し1コンボ。ん？ 3 つ消し含む7コンボ以上ですね。9コンボでエレンが3500万くらい。はい。ということで、まあ、火力はそんなに、出しづらくはないです。ただまあそうですね、しっかりコンボも組んでいかなきゃいけないリーダーということで、はい、まあなかなか強いんじゃないかなという感じです。ということで、エレンの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。